はい、ということで1週間デビューの新たな車両ホンダ CRF1000L アフリカツインをご紹介しました。いつもの通りこのモデルを私の手元に置いて私の実生活の中で感じた使用感を皆さんにレポートしていきたいと思います。それでは。はい、1週間デビューの車両ホンダ CRF1000L アフリカツインで高速道路を走り始めました。いつもはなだらかなコーナーが連続する田舎道から始まることが多いのですが、最近はですね、その帰り道、高速道路を利用すると渋滞していることが多いので、今日はですね、いつもとは逆ルートで撮影を進めていきたいと思います。はい、それでは早速アフリカツインの乗り味についてですが、まずですね、抽象的な部分から入ってしまって恐縮なんですが、このアフリカツインというモデルは例えば市街地、そしてこのような高速道路などを走っていても乗っているのが単純に気分がいいバイクだなという気がしますね。で、それはどういうことなのかというとですね、このアフリカツインは、まあ、1リッター近いエンジンを搭載している、まあ、言ってみればフルサイズのアドベンチャーモデルということで、まあ、やはりですね、こうしてライダーがまたがって運転しているとかなり視線が高いんですね。で、高速道路をこのように走っているときは余計強く意識されるわけですが、多くの乗用車、四輪車のですね、ルーフを少し上から見下ろすような感じになって、そしてですね、視線が高いということで、まあ、なんというかですね、乗っているとこう気分が豊かな感じがするんですよね。まあ、このあたりはですね、アフリカツイン、こういった大型アドベンチャーモデルの大きな魅力の一つなのではないかと思います。このモデルの高速道路におけるハンドリング、車体の挙動もそういった印象を余計際立たせているという感じがします。具体的にはどういうことなのかというと、今ちょっとやってみますが、はい、このようにですね、車線変更をしてみてもスポーティーなロードスポーツモデルのようにスパスパッと向きが変わるという感じではないんですよね。もう一回やってみますが、このようにですね、車線変更のために車体に入力してみてもそうおいそれとは向きが変わってくれない。どちらかというと車体の方は、まあ、ちょっと待ってくださいよという感じで、まあ、ワンテンポもしくは2テンポぐらい遅れてようやく向きが変わるという感じなんですよね。まあ、裏を返せばですね、このモデル、こうして高速道路を走っていると基本的にはハンドリング、車体の挙動自体もその矢のようにまっすぐ進む直進安定性が際立っているという印象で、まあ、こういったですね、ロングツーリングといいますかね、高速道路上のツーリング、景色を見ながらゆったりと走ることができる、まあ、そういった味わいが中心であるように感じられます。で、そういった車体の挙動、ハンドリングであるので、例えばスポーティーなロードスポーツモデルが好きという方に関して言うと、まあ、やはりですね、こういったハンドリング、車体の挙動は、まあ、やはりちょっと鈍いというかダルというか、そういった評価にならざるを得ないと思うんですが、その一方で私のように頻繁に林道ツーリングに出かけたりとか、もしくはですね、オフロードに足を踏み入れる機会が多いライダーにとってはそうそうと、賛同を得そうな、まあ、いかにもそういったですね、オフロードバイク的なハンドリングであるわけなんですよね。で、おそらくですね、こういったハンドリングの最大の要因というのはこのモデルの、まあ、あまり強くアピールはされていないようですが、フロントに21インチホイールを採用している、このあたりから来ているんじゃないのかなという気がしますね。で、やはりですね、フロント21インチホイールというのはそれだけ径が大きいので、このように高速道路を走っていると、まあ、そういったですね、径の大きなフロントホイールが高速で回転することによる安定成分が強く生み出される、まあ、そういったことによってですね、まあ、特にこういった高速道路上におけるハンドリングは、まあ、少し穏やかというかですね、ゆったりしているというか、まあ、そういったハンドリング、車体の挙動になりがちなんですよね。まあ、先ほども言った通り、私のようにオフロードツーリング、林道ツーリングを楽しむ機会が多い人間にとっては、高速道路を走った時のこういった感触からも、これはですね、オフロードに持ち込んだ時には相当期待ができそうだなという、そういった気分にさせてくれるんですよね。まあ、いずれにしてもですね、高速道路のツーリングというのは気分もいいし、まあ、車体の挙動、ハンドリング自体もそういったことなので、
まあ、なんて言いますかね、ロングツーリングにも十分適合するというか、まあ、ロングツーリングをねゆったりと楽しむことができる、そういったバイクに仕上がっていると思います。はい、でそういったですね、車体の挙動、ハンドリング以外の点についてですが、まず高速道路上における乗り心地はとてもいいですね。走り出してしまえさえすれば、まあ、なかなかこれほど快適なバイクも少ないのではないかというぐらい乗り心地は快適ですね。具体的に言うと、まず前後のサスペンションに関しては相当ストローク感があって、そしてなおかつですね、こういった高速道路上のうねるようなギャップを乗り越えている時も、前後の足回りはかなりしなやかに動いてくれているという感じなんですよね。まあ、おそらくですね、外観ディティールを紹介した動画の中でもお見せしていますが、かなりコストのかかった前後サスペンションが装備されていると思われます。その乗り心地にもう一つ大きく貢献している要因というのは、前後タイヤにもあるのではないかと思います。昨今の大型のアドベンチャーモデルとしては結構珍しいと思うんですが、前後にですね、バイアスタイヤを採用しているんですね。なおかつですね、タイヤがそれほど太くないんですよね。確か150とかそれぐらいのサイズだったかと思いますが、まあ、こういったですね、あまり扁平率の高くないタイヤを採用しているということも、この乗り心地の良さに一役買っているのではないかと思います。で、高速道路上におけるエンジンの肌触り、乗り味なんですが、これはもういかにも270度クランクらしいものだと感じられます。どういうことなのかというとですね、今コンスタントスロットルで6速トップギア、速度はだいたい83キロ、エンジンの回転数としては3000回転から3000回転弱といったところなんですが、こういったコンスタントスロットル、全くですね、スロットルを開け閉めしない状態で走っていても、エンジンからはドロドロとした振動が伝わってきて、典型的な270度クランクの乗り味という印象ですね。で、この状態のままスロットルをこのように開けるとですね、まあ、6速ということもあってエンジンの負荷が高くなる、その状態でスロットルを開けるとですね、先ほどのその270度クランクらしいエンジンのドロドロとした味わいが余計強くなって、ライダーにもそのあたりがですね、かなり強く伝わってくるという、そういった印象なんですよね。なので、先日まで1週間デビューをお送りしていたホンダの CB1100 ではですね、私はまあ5速が一番面白くて5速でクルージングしたくなるというふうに言ったんですが、まあ、このモデルに関してはですね、まあ、通常通り6速でクルージングするのが、まあ、コンスタントスロットルにおいても開け閉めしても楽しいという印象ですね。で、ここからですね、少しギアを落としていきたいと思いますが、5速だとですね、まあ、その270度クランクらしいそのピッチがですね、やはりまあ間隔が狭まるということで、5速ではですね、まあ、やはり6速よりもそのエンジンの元気の良さがだんだんメインになってくるというあたり、まあ、そうですね、やはりクルージング状態では6速の方が5速よりも面白いなという印象ですね。もう1速落としてみたいと思います。はい、今4速ですね。はい、4速ですと、まあ、やはりその270度クランク云々というよりは、そのエンジンのそのパルス感というか、エンジンのその振動もツインらしいものという感じになってきて、まあ、このあたりの乗り味になってくるとですね、まあ、あまりクランクの角度と関係なくなってきてしまうのかなという感じですね。もう一速落としたいと思います。はい、今3速ですね。はい、3速ですと、やはりその傾向が強まって、まあ、ツインはツインなんですけども、かなりスポーティーなツインの乗り味、そういった印象になりますね。はい、今またトップギアまで戻しましたが、まあ、やはりそうですね、開け閉めしている時もこのトップギアが一番面白いなという印象ですね。まあ、いずれにしても高速道路のクルージング、かなり快適で、そして飽きない、面白い、まあ、そういった印象だなという感じがしますね。これから走る峠道というのは、通常いつも私がロードスポーツモデルで走っている峠道のちょうどですね、山を登り切って反対側に位置しているわけですが、で、通常のロードスポーツモデルではこちらの峠道というのは道がとても荒れているので走らないことが多いんですが、
今回はですね CRF1000L アフリカツイン本格的なアドベンチャーモデルということで、あえてですねこの道が荒れた峠道を走ってみたいと思います。